はい、これは貴重なものになりました。日本製のディーゼルタンクローリーです。これはおそらく1981年の当時物だと思います。1981年の時にこれが出てきたんですね。で、これの突っ込みどころがあるんですよ。これ昔トミカナコって突っ込みどころが満載でございましてですね、こういうねものがあるんですが、日産ディーゼルタンクローリーって書いてあるないんですが、こういう感じだったんですね、箱が。さあよく見てくださいね。こういう箱でございました。中身開けてみました。こちらです。えみたいなね、違うじゃないか、ツッコミ満載どころだったんですね。今じゃこういうやり方だったら危な、できなくなってしまいましたけども、昔はこうだったんです。開けてみたらね、違うじゃねえかよみたいな、どこが違いますかっていうとですね、エッソって書いてあるんで、ある意味ここに書いてあるの嘘じゃねえかみたいなね。ダメですよ、いくらエッソだからって嘘ついちゃうね。それじゃ嘘って会社になっちゃうからね、嘘じゃなくてこれはエッソだよみたいなね。もうね、ちょっと前までトヨタでパッソって車が出たけどね、これはパッソでもないし、ウッソでもないし、これはエッソです。ね。正解をちゃんと教えなきゃね。嘘ですよ、みたいになっちゃうんですかね。こういうことしてたら困っちゃうんですけど、まあ、昔はそういうことをよくしてたんですね。で、これはレゾナの、トラックです。まあ、レゾナのトラックって昔こんなのがあったんですね。で、これで、タンクローリーとかありましたね。今タンクローリーちょっと形変わりましたよね、ね。そういや、なかなかタンクローリーのデコトラってあんまり見ないよね、なんか。あれ不思議とタンクローリーのデコトラってあんまり見ないんだよね。なんかあってもいいようなもんなんだけど、あったらあったら面白いんだけどさ、なかなかあんまり見ないんだよね。で、タンクローリーってよく磨かれててね、もう鏡のようにギラギラしてんだよ。だからこんな松の、話の時にあの車来たらちょっとある意味危なくねえかと思うぐらいギラギラしてるからね、危ないよ、太陽の反射をこう受けやすいからね。だからそういう点では注意した方がいいかなと思うんだけど、すっげえギラギラしてるね、あれ。もう鏡を磨くみたいにすげえギラギラしてる。だから後ろをついていくと後ろの車の状態もまあ分かるし、下手したら運転手の姿まで分かっちゃうんだよね。だからそれぐらいこばもうピカピカに磨いてるわけで、これはそのエッソのものなんですけども、昔エッソのね、トミカタウンがありましたから、であって、まあこのレゾナのねやつがまだいいんだよね。この迫力のあるこの顔がね、また良くて、ここに、V8 と書かれてるところがまたいいんですよ。ほら、この作り方もちゃんと細かくできてしょ。これがね、今のトミカにはない作りなんで非常に良かった。日本製ともなるとこういう作り方がねできるんだよね。だから非常に、ほら日本製でしょ、非常に素晴らしいんですよね。 V8 ってのがちゃんと輝いてるもんね。この輝きだよね。ある意味アメ車じゃねえけど、アメ車と同じ V8 を積んでんだよみたいなね。もうアメ車みたいな輝きですよ。なかなかいいですね。で、このライトの部分もちゃんと光の度合いによってこうライトがついたようになるっていう、非常にこのレゾナのタンクローリーですな。ただこう絵と内容が違うからね、絵では嘘みたいなこと書いてあるけどね、中はエッソですからね、嘘じゃないですよみたいなね。ちゃんとそこちゃんとそういうところをちゃんとそういうところでこの冗談を入れてくるというね。今のトミカはありえないんだけど、昔のトミカはそういう冗談を入れてくるところだったからね。そこがまたいいんですよ。だってほら箱ね、もう一度見ますよ、こうやってね、ほら全然違うやろみたいなねありますからね。で、同時に一番違うのは色がね、緑じゃねえやオレンジじゃねえよみたいなね、加藤の卓造じゃねえよっていうおばさんがいたけど、オレンジじゃねえよみたいな、ホワイトだよみたいなね、もうそういう風なものになってますからね。そういうところまでこうツッコミを出させるというかね、
このメーカーすげえなと思いますね。ある意味滑るところがないとかね、そういうところまでこう磨き込まれてるのかなって、すごい技術でございましたね。というわけでどうもありがとうございました。